すいません、どうされました？10分の遅延証ください。いってらっしゃい。ありがとうございます。失礼しまーす。あれ？白石くん、何やってんの？あ、先生、みんなは？今日は職場体験でしょ？え、そうなんですか。こないだ休んでたので。じゃあ、行く場所ないの？はい。今からじゃ企業さんにも失礼だし、どうしよっか。じゃあ今日は特別に先生の体験させてあげる。あざます。すいません、駅員さん、どうされました？10分の遅延証ください。どうぞ。私もください。どうぞ。ありがとうございます。こうすることで静電気が生まれる。失礼します。あ、よしねちゃん、よく来てくれたね。行ってくれたら先生迎えに行ったのに。電車遅れてて。よしねちゃんなら何分遅れてたって出席だよ。むしろ来させちゃってごめんね。お立ちあげちゃう。あ、ありがとうございます。失礼します。エンド、お前何分遅れとんじゃ。お前はもう留年じゃ。え、何をもたもたしとんじゃ。さっさとパンツ一丁で校庭100周じゃ。むちゃくちゃじゃない。乗りまーす。列車発車します。間に合わなかった。あかり、飲む。あ、まさき、ありがとう。俺もギリギリ乗れなかったわ。足早いのに間に合わなかったんだ。ああ、本当はあかりを待ってたなんて言えねえしな。生き返る。次の電車2時間後だな。映画でも見る。あり。でも私充電ないから正明ので見よう。あ、いいよ。え、あ、違う違う、これは違うんだ。違うの？いや、好きです。ごめん、彼氏いるの。気まず。ちょっと駅員。はい、どうされました？いつの間に使えなくなったんだ。何がですか？イコウサだよ。イコウサ？バスに乗るとき使ってたカードだよ。ん？お、もしかして日本一残念な IC カードで有名なイコウサですか？日本一残念ってなんだよ。俺はずっと使ってんだぞ。イコウサは使えるエリアが福井県を走るスマイルバスと福井県内にある4店舗だけという衝撃の狭さが理由で日本一残念な IC カードと言われてるんです。そんなことないだろ。俺の友達はみんな持ってるぞ。珍しいですね。発行枚数もスイカの4万分の1ですよ。イコウサはこれから増えてくんだよ、バカ野郎。去年の9月で廃止されました。スイカください。ちょうど駅員さん、どうされました？今大阪から新幹線で来たんやけど、先頭乗ったはずやのに16号車になっとって。これ逆走しとんか？あー、違いますよ。 JR では東京を基準に西側を1号車としてるからなんです。どういうことや？東京から新大阪に行くときは先頭が1号車になり、その反対は16号車になるということです。なんでそんなんなった？きっと鉄道が開業した明治5年に記念列車が東京の新橋から横浜に向かって走ったんです。その時の先頭車両を1号車にしたことから今もそうなってるんだと思います。なるほどな。まあわしが1号車やと思ったらそこが1号車いうことか。違いますよ。自由席空いてなかったな。東京まで立ちっぱかよ。お、そこのスペース空いてね。お、いいね。ご乗車ありがとうございます。お手持ちに切符のご用意をお願いいたします。ん？めちゃくちゃ面白いな。お客様、そちらに座り込まないでください。え、なんすか？そちらは車椅子専用スペースです。車椅子ご利用のお客様が使用されるのでご遠慮ください。いないからいいじゃないですか。そういう問題じゃないんです。これから利用されますし、指定席の皆様にも迷惑ですので。だって自由席空いてないし。自由席は必ず座れる保証はありません。どうしても座りたかったら指定席を取ってください。いくらですか？今の時期繁忙期ですので720円です。立ってまーす。ご容赦ありがとうございます。ん？うめえ。また来たよあいつ。先輩、いつもあの人マカロン食ってますよね。そりゃ元取るために食うだろ。元取るって何ですか？お前知らねえの？あの人はマイマカに入ってんだよ。マイマカ？月額1000円で1日1個無料でマカロンが食べれるマカロン定期券みたいなもんで。そんなの出たんですか？最近 JR 東日本がスイカを持ってる人を対象に始めた JRE パスポートっていうやつで。それってマカロンだけなんですか？他にも1日3杯までコーヒーが無料のコーヒープランや1日1杯ラーメンが無料のラーメンプランとかいろいろあるみたいだぞ。マジっすか？僕ら駅員なら駅に住んでるようなもんなんで、すぐ元取れちゃいますね。この際一緒になんかのプラン入るか？あ、でもやめときます。なんでだよ。先輩におごってもらえなくなるんで。こいつ。すいません、金さん、新商ですか？10分のください。どうぞ。ありがとうございます。1時間目は鬼の榊原だ。絶対に遅れられない。あれ、高田は来てねえのか？すいません、遅れました。高田、お前は何やってんだ？電車が遅れてまして。遅れてるならその分早く行動しろよ。
今起こってるこの時間も無駄だろ。ああ、はい。ないか、みんなの時間を奪ってるってことが分かってんのか。はい。え、おい武田、どうしたんだ。え、おはよう、気分はどう。鬼の榊原が天使の南先生になってる。多分熱中症だね。動けそう。綺麗だ、ずっと見ていたい。高田くん、最高です。じゃあ授業戻ろっか。いや違うんです。じゃあね。おお、あ、ごめんなさい。大丈夫です。はい、ドア閉まります。あ、もしかして行っちゃいました。本当にごめんなさい。責任取ります。何でもします。大丈夫、急いでないし。本当にすいません。どっち行き。あ、僕は逆です。送ってあげてたんだ。あ、まあ。じゃあ私も送ってもらおうかな。え、嘘だよ。お姉さん、お見送りしますよ。え、お家まで。調子のんなか、緊張が。こちらに歯科視察、該当の方いません。了解です。引き続き捜索をお願いします。了解。ちょっと駅員さん、どうされました。駅員も警察もあちこちにいるけど、なんかあったの。ただいま行方不明の方の捜索をしてるんです。ああ、そうなの、大変そうだね。俺も手伝おうか。ありがとうございます。こちらの特徴の方見かけましたら僕らに教えてください。おお、分かったよ。こちらに歯科医察、該当の方いません。了解です。どこにいるんすかね。もしかしたらってこともありえるな。そんな。ちょっと駅員さん。ああ、さっきの。ずっと探してたんだけど見つからねえわ。そうですよね、力になれなくて悪いな。そんなことないですよ、ご協力ありがとうございます。そういえばよ、この人の名前なんて言うんだ。ああ、栗林悟さんです。あ、俺だ。すいません駅員さん。はい、どうされました。今日観光に来たんですけど、服買いすぎちゃって。僕の服いります。いや大丈夫です、持って帰ってください。いや新しいの買ったんでもういらないんすよ。そうなんですね。あ、じゃあ駅で回収しますよ。え、7月から JR 東日本の何駅かで古着回収をしています。マジっすか、僕にぴったりじゃないですか。これ全部お願いします。あー、すいません、1人1日5枚までとなってるんです。そうなんですか。じゃあとりあえずこれでお預かりします。ちなみにその僕の服どうなるんですか。地域のお店のユニフォームや作業着として活用される予定です。へえ。じゃあ僕だけにそのお店教えてもらってもいいですか。一風堂です。一風堂。すいません金さん、遅延症ですか。10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。市村何やってんだ。電車遅れてました。ああ、わかった、体育館で表彰式やってるからすぐ行ってこい。はーい。表彰式かよ、俺には縁もゆかりもない話だな。では続いて3年3組市村くん。え、俺？あなたは YouTube において10万人を達成したことをここに表します。おめでとう。あ、ありがとうございます。やりました。おめでとう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 ございます。見てくれてる皆さんのおかげです。ありがとう。